と、ズームフリーク3です。ナイキエアズーム GT ラン。ズームフリーク2入ってます。PG5 のプレステコラボです。今入ってるのは PG5 です。カイリー7です。2週間ぐらいです。2週間ぐらい入ってます。半年以上前から、この年は入ってます。これは1ヶ月ぐらいなんですけど、このシリーズを入って2足目なんで、まあ、半年前ぐらいかなと。これはまだ3日目です。前回、まあ、こちら入って、で、宇津木選手と同じタイミングで勝って、結構ボロボロになってきちゃったので、まあ、3日前に変えました。1ヶ月ぐらい入ってます。独特な足の形をしてて、あんまネットで頼むことができなくて、その店舗に行って、でサイズがあったり、それ選んでます。そうですね、まあ僕が場所選ぶときにまず見るのはこの分厚さですね。やっぱり身長を盛るっていうのも結構バスケット選手としては大事なので、やっぱり自分もこれ履いた191ぐらいあるんで、結構さば読める場所っていうのが、まあ、近年出てきたので、やっぱそこを選んでますね。自分はシンプルな、まあ、白が好きなので、ヤニス・アルトクンポ選手が、好き で、まあ、その2つを、兼ね備えた場所がこの場所だなっていうふうに思って、この場所を選びました。ポール・ジョージ選手が好きなんで、その選手をが履いてる場所を選ん で、さらにクッションが良かったん で、飛びやすくて切り返しもできやすくて、とても履きやすいです。グリップも良くて、で自分の動きにしっくり合って、でカラーもとても派手で目立ちやすいから、自分はこれにしました。まあ、今までバスケット人生10年間やってきて、まあ、ずっとアシックスの白を履いてたんですけど、本当に高校最後 のバッシュってことで、ちょっと本当にナイキとかに憧れてたんで、黒のナイキのまあバッシュを履きたいなと思ってこのバッシュにしました。いやマジでクッションが違いすぎて、なんかアシックスはすごいそのグリップとか、なんかそこの俊敏性の軽い部分とかがすごかったんですけど、ちょっとナイキのこの、まあ、ズームのこのエアがめちゃめちゃ良くて感動しました。推しポイント、ここのピンクがちょっと可愛いんでいいかなと思います。ウィンターカップ予選はもう本当に自分たち高校3年間で最後の大会なので、まあ、全力出し切れるように頑張ります。はい、まあ、ウィンターカップ予選は、まあ、この場所の力を借りて193センチぐらいで試合に出たいと思うので、まあ差は読んでと皆さんちょっと優しい目線をお願いいたします。この場所とは、まあ、辛い練習も一緒に乗り越えてきたので、ウィンターカップもこの場所と共に戦っていきたいと思います。去年やっぱりベスト4決めで負けてしまったので、先輩たちのリベンジも込めて自分たちが勝って先輩たちに勝利を捧げれるように頑張りたいと思います。自分の持ち味を生かして最後の大会精一杯頑張っていきたいと思います。本当に今までたくさんの人にお世話になってきて、やっぱそういう人たちに恩返しの意味でもやっぱりウィンターカップに出てる姿っていうのを、まあ、見せたいと思ってるので、まあ、自分はキャプテンとして本当に試合出てる時も出てない時も、まあ、チームを鼓舞して本当にいい結果に導けるように頑張りたいと思います。